おはようございます、星野瑠璃です。2019年キーランドカップと新潟2歳ステークスの予想ということで、今週は2つの重賞が行われます。夏競馬ももうすぐ終わりなので、今週も的中させようと思います。まずはキーランドカップの予想から。データその1、牝馬。今や短距離重賞は牝馬が強いです。特に北海道開催は牝馬が強くて、キーンランドカップも例外ではありません。毎年馬券に絡んでいて、2010年から9年連続で連帯馬を出しています。2013年からは2頭以上馬券に絡んできていますので、牝馬は無視できません。今年出走する牝馬はナックビーナス、デアレガーロ、ペイシャフェリッシャ、パラダイスガーデン、リナーテの5頭となっています。続いてデータその2、函館スプリントステークス組。函館スプリントステークス組も毎年馬券に絡んでいます。今年の函館スプリントステークスは回避馬連続の異例のレースになってしまったんですが、注目しておきましょう。今年は出走取り消した馬を除くと6頭が出走してきます。表を見て分かる通り、函館スプリントステークス組が3着以内を独占したという年は一度もありません。1着か2着に必ず別路線組が馬券に絡んできています。そのことを踏まえて予想すると良さそうです。続いてデータその3、高松の宮記念組。高松の宮記念に出走していた馬も好相性です。2014年からは5年連続で絡んでいます。ポイントはその5年間で絡んだ7頭のうち6頭が牝馬です。なので高松の宮記念に出走していた牝馬が狙い目となりそうです。今年の高松の宮記念出走馬は星雲恒星、ダノンスマッシュ、デアレガーロ、大名富士、ペイシャフェリシタ、ナックビーナスの6頭になるんですが、そのうち牝馬はデアレガーロ、ペイシャフェリシタ、ナックビーナスの3頭になります。なのでこの3頭には注目です。続いてデータその4、斤量57キロ以上の馬。この表は過去10年の斤量57キロ以上の馬の成績です。16頭出走して2頭しか馬券に絡めていません。この表は過去10年なんですが、第1回が行われた2006年から見ても斤量57キロ以上の馬は2頭しか馬券に絡んでいなくて、1着馬もいません。今年の斤量57キロ以上の馬は星雲恒星、タワーオブロンドン、シュージ、カイザーメランジェ、ライオンボス、ダノンスマッシュの計6頭となっています。でここからはまとめに入りたいと思います。ここはタワーオブロンドンとダノンスマッシュの一騎打ちになって、その後のスプリンターズステークスを盛り上げてほしいといったところなんですが、タワーオブロンドンは58キロだし、ダノンスマッシュは内ラチをぴったり回ってくるのが構想パターンなので、今回は両方飛んじゃう可能性も秘めています。牝馬が強いということは斤量が軽い馬の方が有利なのは間違いないので、3歳馬か牝馬にして高配当を狙おうかなと思います。ということで私の本命は1番のナックビーナスにしたいと思います。やはり牝馬を上位に取ります。ナックビーナスは去年のキーンランドカップをかなり強い勝ち方をしたので、斤量が1キロ増えたところで問題はなさそうです。今年の高松の宮記念出走の牝馬でデータ的にも狙い目です。中間は星雲恒星と合わせ馬をしたりとかなり強めに乗り込んでいるので、休み明けでも問題なさそう。で6歳牝馬になるんですが、私が何回もデータを出してきているように、この世代はかなりレベルが高いです。関屋記念でも6歳牝馬の三重のサクシードが2着に来たように、まだまだ狙えそうです。もともとキーンランドカップというのは高齢馬がよく来るレースですし、年齢は気にしなくても大丈夫だと思います。2番手に挙げたいのが5番のペイシャビリフェリシタ。6年連続で牝馬が2頭以上絡んでいるレースなので、もちろん相手も牝馬を中心にします。本当はこっちが本命でも良かったんですが、実績面を考えて素直にナックビーナスにしました。去年の3着馬でダノンスマッシュとはかなり僅差でした。
去年はダノンスマッシュの方が筋量が1キロ軽かったのですが、今年はペーシャフィリスタの方が3キロも軽くなります。ダノンスマッシュは成長しているとはいえ、単純に考えたらダノンスマッシュには圧勝しちゃう筋量差となります。ちなみにペーシャフィリスタも6歳牝馬となっています。で、3番手に挙げたいのが2番のデアレガーロ。こちらも牝馬で高松の宮記念出走馬です。で、今回出走する牝馬の中では高松の宮記念で再先着したのはしたので、まあ、やっぱり買っておかなければなりません。去年は8着だったんですが、今年の馬体重を見て分かる通り間違いなく成長してるし、強いメンバーとも戦ってきたので、まあ、去年よりも着順は上げてきそうだと思います。池添ジョッキーには有馬記念でいい思いをさせてもらいましたが、まあ、大阪杯では最悪の思いをさせられて嫌いになってしまいました。でも先週の札幌記念で二度と池添ジョッキーに戻ってこないであろうブラストワンピースにわざわざお祝いに行ってる姿を見て、まあ、すごい感動したので、頑張って今週は池添ジョッキーを、まあ、重賞で勝ってもらいたいと思っています。で、穴候補は6枠の2頭。12番の大名富士は先週北九州記念を勝った大名プリンセスの弟に当たります。やはり森田厩舎は夏に調子を上げるというイメージだし、使いまくって馬が好走する厩舎です。重賞実績があるし、馬というよりは森田厩舎自体に村がけ傾向があるので穴として抑えます。で、11番のライオンボスは57キロで全く実績のない 1200m 戦なので、まあ、バッサリ切ってもいいんですが、まあ、やはりアイビスサマーダッシュを勝ったボバなので、まあ、抑えておきます。この表はアイビスサマーダッシュを勝ったことがあるボバです。今年で19回目だったんですが、ボバは6回しか勝てていません。それほど筋量が軽い牝馬の方が有利な重賞なので、そんな中にで勝てるボバっていうのは弱い馬ではありません。アイビスサマーダッシュを勝ったボバっていうのはその後の重賞で必ず馬券に絡んできています。2014年の、成功来航以外は右の実績はアイビスサマーダッシュを勝った後の次走の結果となっています。こういったデータがあるのでライオンボスの1200は、まあ、怪しいですが抑えます。直線 1000m を3連勝したからその条件しかダメな可能性っていうのは高いんですが、その参戦はチークピーシズを使用していました。チークピーシズはブリンカーみたいなものです。もしかしたらチークピーシズ効果で勝てるようになったという可能性もあるので、ここでも期待しようと思います。で、買い目はダノンスマッシュとタワーオブロンドンは確かに強いですが、まあ、オッズ妙味も少ないし牝馬がたくさん絡むというデータもあるので今回は買いません。ナックビーナスから生まれんワイドと牝馬4頭の生まれんワイドボックスを買います。で、6枠2頭はワイドで流します。なので生まれんとワイドで1番から2、5、16の3点まあ6点か3点3点で6点あとは生まれんワイドボックスで1、2、5、16の12点で、ワイドは11、12から1、2、5という6点と、続いて新潟2歳ステークスの予想ということで、データその1、6月デビュー組と、新潟2歳ステークスは6月にデビューした馬の方が成績がいいです。毎年馬券に絡んでいて、近年は2頭以上馬券に絡んでいます。今年の該当馬は9頭います。ここから絞り込むデータが次のデータとなります。なのでデータその2、東京新馬戦の勝ち馬と、先ほどのデータで6月デビュー組がいいと紹介しましたが、特に東京の新馬戦を勝った馬が狙い目、まあ、一番活躍しています。東京の新馬戦を勝った馬は2013年から毎年馬券に絡んでいます。今年の該当馬はグランチェイサー、トライフォーリアル、モーベット、サナちゃんの4頭です。データその3、ダリア賞組と、ダリア賞組はかなり不審です。ダリア賞組が最後に馬券に絡んだのは2012年です。この表はダリア賞再先着馬の新潟2歳ステークスの結果で、他にもダリア賞組は出走してきているんですが馬券になかなか絡めていません。そもそも新潟2歳ステークスはなぜか前走で特別戦を使っていた馬の苦戦が目立ちます。
過去10年で前走特別戦の馬は3頭しか馬券に絡めていません。残りの27頭は前走が新馬戦か未勝利戦です。ダリア賞に限らず前走特別戦の馬は割引が必要になりそうです。ちなみにダリア賞1着馬の新潟2歳ステークスの成績がこちらになります。2006年までは成績は良かったんですが、2009年以降は1頭も馬券に絡めていません。近年はノーザン系の馬が早期にデビューして新潟2歳ステークスを狙ってくるからなのかもしれません。今年はダリア賞1着馬のエレナ・ア・ベンティが出走してきますが、過信は禁物です。でここからはまとめに入りたいと思います。難しいのは今年の6月開催は雨が多く、かなり馬場が悪くなって新馬戦のタイムも微妙なレースが多かったので、タイムによる分析がしにくくなっています。ということで私の本命は11番のモーベットにしたいと思います。東京デビュー組です。新馬戦はかなり大きい出遅れをしてしまったけど、ゲート試験を一発でクリアしていた馬なので、出遅れなければまだまだあると思います。あの出遅れで勝ち切ったので能力が高いのは間違いないです。母のアイムユアーズも2歳児から活躍していた馬なので血統的にも期待できます。問題は父のオルフェーブルなんですが、この夏は勝率 10% で副勝率 30% とかなりいい部類です。それに今週末は金曜土曜と新潟は雨予報だし、開幕週から A コースを使い続けて10日目になるので、オルフェーブル産駒が得意な力のいる馬場になりそうです。で2番手に挙げたいのが6番のウーマンズハート。新馬戦の上がりタイムは 32.0 秒と2歳牝馬とは思えないほどの勝ちっぷりでした。しかし新潟というのはそういった馬が出現しやすく、過去の新潟2歳ステークスでも新潟の新馬戦で強い勝ち方をした馬が人気になって惨敗するというケースが何度もあります。実際に2歳牝馬が32秒台の上がりタイムを出すのは多くはないけど珍しいものではありません。近年の馬でいうとロックディスタウン、ウラヌスチャーム、リカビトス、マイネルラフレシア、サプルマインドなどがいます。名前を見ても分かる通り怪物級の馬はいません。勝ちタイムがそんなに早いわけでもないのでモーベットの方を上に取りました。モーベット以外に強い勝ち方をした馬がいなかったので、2番手としました。今回のメンバーなら馬券内はありそうな気がします。で買い目はモーベットから馬連で流します。おそらくモーベットとウーマンズハートが抜けた人気になると思うので、この2頭からの3連複で馬連の休め配当を補填するという形にします。なので馬連で11番から4、5、6、7、13、15の6点で、3連複は2頭軸流しで11と6から全頭という流しを14点買おうと思っています。じゃあこんな感じで2019年キーンランドカップと新潟2歳ステークスの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。